ここは私立洋蘭女学院、通称蘭女と呼ばれるこの女子校、創立以来大政界、文壇、芸林と各方面に多くの著名人を輩出している名門中の名門である。このいわゆるお嬢様学校の文化祭百花祭では毎年恒例の一大イベントがある。部活最高予算争奪戦メガファイトトーナメント、各部活動の代表が来期の予算と名誉を得るべくルール無用の真剣勝負により争うのである。クラブ活動という学校生活に欠くことのできない暮らし、少女たちが最も輝く季節青春、その1ページをより充実したものにするために、少女たちはモテる情熱の全てをこのイベントにぶつけ合うのである。そして今年もその季節がやってきた。前略、父上様、母上様、ご宗家各人いわく、不女子たる者、常は良妻賢母を範とし、常あらざる敵は自ら家中をごすぞ。今我が日部研究会の財政は厨房の極みにある。こたびの大会には会の命運がかかっているとも。ですナナはこれから戦いに参ります。どうかナナの運をお祈りください。そうそう、扇ヶ谷先輩には申し訳ありませんが、会の命運をかけたこの試合、負けるわけにはまいりませぬ。全力でお相手させていただきます。小和田さんって人形みたい。肌も白くて髪も綺麗で、ちょっと羨ましいな。でもそれとこれとは別、アナウンサー古舘一子です。よろしくお願いします。
大久保さん、よろしくお願いします。え、次は大田さんと新体操と西部の試合だなんて、なんだか発表会みたい。日部研究会代表、小和田奈々と申します。よろしくお願いいたします。日部なんだかな、メガファイトって結構レベル低いんじゃない？本気で行くよ。
出せぬ。いやー、まるでお人形さんじゃねえか。本気でやったら壊れちまうんじゃねえか。西部研究会代表小和田奈々、お手合わせ願います。一部研究会代表小和田奈々と申します。いざ慎重に勝負。大事大敵。こういうのって苦手なんだよね。1本目、いくぞ。後ろから前、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59
北条先輩、手加減は一切ご無用、一手お手合わせ願います。よかろう、相手になってやる。いざ！1本目、ストーン！
鈴木さん、申し訳ありませんが、今日ばかりは敵味方。慎重に勝負。奈々ちゃんってなんだか苦手なタイプです。ちょっと怖いです。いよいよ今大会も残すは決勝戦のみとなりました。果たしてメガファイト王座の栄光をつかむのは誰か。今決戦のゴングが鳴らされようとしております。さすが小和田竜の鳥のご息女ともなれば武の道もなかなかのようね。新藤先輩、今日ばかりは宗家非応認の限りを尽くさせていただきます。お覚悟。いざ1本目、ゴー。
優勝者、一部研究会代表、小和田奈々。優雅にして優等、華麗にして総合、まさに論語用の真理を拝見した。眼福というより他にある前に。ありがとうございます戦略。父上様、母上様、お二方のご記念ありがたく、こたびは未熟の身なれど無事優勝することができました。めでたきことゆえ取り急ぎご報告いたします。お二方にはくれぐれもお風邪など召しませぬようご自愛ください。俺の勝利。1本目、ストップ。後ろ肩の前に